下さん、下高明さん、49歳、優勝しました。49歳で全日本選手権で数々のスーパードライバーを抑えて優勝しました。2024年8分の1レーシングカー全日本選手権、私下さんの密着取材ということで木金土日とずっと下さんを追っていたんですよね。ね、もちろん当たり前ですけど本人は優勝しか頭がないです。そのためにできることを全力で集中して取り組んでいました。ただ状況はですね、もちろんですが簡単ではありません。同じチームメイトのですね、松倉直人選手、そして佐橋忠彦選手、両者ともワールドチャンピオンです。もう世界が認めるトップオブトップの2名を抑えて49歳の下選手が素晴らしい息の詰まるバトルを繰り広げて優勝したと。私ね、自分の世界選手権でもたくさん涙流しました。ですけど下さんが優勝した瞬間ですね、10倍ぐらいもうね、私も感極まってしまって興奮してしまってですね、もう涙が止まらない、もう滝のように涙が出てきてですね、81ってチームなわけです。一人じゃ戦えないんです。ドライバー、そして信頼するメカニックがいて初めてレースが成り立つわけです。下さんの助手を務める古川健さんですかね、あと酒井さん、勝った瞬間に雄たけびを上げました。やったどれ、もうその瞬間私ももうつられてですね、うわーと古川健が叫んだ瞬間私ももう滝のように涙が。49歳ですよね。他の世界一を決めるプロスポーツ同様ですね、ラジコンカーもやはり年齢は非常に大事です。もう説明はいらないと思いますけども、あれだけの集中力、反射神経を伴う競技ということになるので年齢はものすごく重要です。しかしそれを乗り越える鉄の意志、責任感、自分への厳しさ、それをもって見事優勝を飾ってくれました。全国のおじさんに大きな希望をですね与えてくれました。皆さんこんにちは、レディオガガの高橋です。今日もよろしくお願いいたします。もう下さんの凄さは以前何度か語っているんで、もうちょっと
ま多くは語りませんが、今回また一つ大きな偉業を成し遂げました。下隆明さん、大きな記録を持っております。それは最年少全日本タイトル保持者。それをですね、約40年は経ったないですね、35年ぐらい前に13歳の若さでナショナルタイトルですね、かかった大会で優勝しております。その記録は未だ破られておりません。そしてなんと今回49歳、学年でいうともう50歳の学年になります。史上最年長全日本タイトルホルダーを掴みました。すごすぎ、すごすぎというか、これぞまさに現役のレジェンドたるゆえんですね。ただまたお伝えしたいこともございます。今回私はですね、下さんの応援を、密着も含めて応援してきましたけども、実はですね、チームメイトの松倉選手、私が、いたのはですね、下さんのピットの真横だったんですけど、その目の前には松倉選手、左前には加藤浩樹選手、そして後ろには佐橋兄弟というね、もうそれはそれはすごいメンツの中にですね、私もうチームインフィニティの中に紛れてですね、もうじっと中で撮影をしてきました。その中ではですね、各選手のインタビュー様子コメントなんかもね、たくさん撮らせてもらってるんですけど、最後ですね、決勝ですね、実績には三つどもという形になりました。松倉選手、佐橋忠彦選手、そして下選手という展開がですね、序盤中盤ぐらいからですね、ずっと息の詰まる展開だったんですけども、私はですね、どの選手も本気でやってるのを知っています。私は下さんに勝ってほしいとは思っておりましたけど、同じぐらい全選手にね、頑張ってほしいと応援しておりました。レースの本番っていうのは皆対等な条件で、それまでの人生をかけてですね、皆さんプロドライバーですから、誰かを思い入れ、でもやっぱりね、下さんちょっとやっぱあったんですけど、その松倉さんとかね、目の前の加藤浩樹選手ね、加藤浩樹選手もですね、私幼少の時から知っておりますし、その成長を見ております。そして今回もですね、もちろんもう全員がね、そのトップ10に、残るような選手はですね、もう頭の中は優勝しか考えてないんです。なぜか分かりますか？言わなくても分かりますね。当たり前ですけど、優勝を諦めているようではプロドライバー失格だと。特に今回私ね、下選手、そして加藤選手、松倉選手、目の前の3人の選手のね、スタンス姿勢を見て、思いました。なので優勝は下選手、素晴らしい偉業を成し遂げましたけども、他の選手にも同時に感動をありがとうと感謝しております。それだけはお伝えしたいかなと思います。で、今回ですね、その密着取材したんですけども、目的が2つありました。1つにはもちろん下さんの密着、49歳という年齢で本気で優勝を狙う姿、そのスタンス姿勢、実際何を行っているのか、何をやっているのか、周りの選手と、そしてピットクルーとどんな話をしているのか、それを後々見ていただける方に、トップドライバーが何を考えてどう行動しているのか、どんな会話をしているかっていうのを、まるでチームインフィニティの一員になって、その中に輪に入っているかのようにお伝えできたらいいなと。なので、その本人たちの行動であったり、ピットクルーたちとのやり取りもですね、私ができる限りですね、こう撮らせていただけたんで、そういった視点でもお楽しみいただけるといいなと。まだ編集1ミリもしていないんでちょっと先にこんなこと言っちゃうと、ちょっと
るか分かんないですけど、一応私はそのつもりでですね動画を撮りましたんで、実際ですねこの81の世界ですね、実際今やってらっしゃる方はものすごく興味あると思いますね。トップドライバーたちがどのようなスタンスやってるかってすごく興味あることだと思いますね。実際やっていない方でもですねこの81レーシングっていうのがいかに真剣にみんながやっているかね、リアルモータースポーツだというところですねお伝えできるのではないかなと思っております。そういった視点でも出していく動画ですね。ちょっとタイトルも決めておりませんし、ちょっとどんなあるのかわからないですけどもうそのあたりも含めてですね今回の密着動画ぜひ見ていただければと思っておりますのでね、これを見ていただいているおじさんたちね、私はねそのしもさんの学年で言うと2つ上か、まあ、実質的にはねしもさん早生まれなんで、まあ、3歳近いくは離れてはいるんですけど、それでもねやっぱこう最近もういろんな方がね、特にもう、まあ、ラジコンでお話しちゃうとやはり集中力、ふとした時にね気が抜けてしまう瞬間があるんですよね。集中力持たない、あと目です。特に夜になってねラジコンか走っちゃうともう全てが昼間だとピントが合ってるのが全く合わなくなったりとかね、もうそれは老化というものを顕著に感じております。まあ、そう感じている方多いと思いますね。ですが希望の星下隆明がどこまでいけるか、私たちおじさんでさらに応援していきましょうよね。最後にもう一つだけ言わせてください。81レーシング最高。もうあんないい大人がねもう本気で真剣になって感極まって悔しがって抱き合って讃え合う、ビューティフルライフですよ。ね、モータースポーツが好きでラジコンカーが好きでね、ビューティフルライフを送りたい方、ぜひ81とは言いません、いきなり81はなかなかまあまあやる気があるんだったらあれですけどね、ぜひRC 競技の世界興味を持って飛び込んでいただけるとね、まあ向き不向きはあると思うんですけどね、私が大好きな競技 RC の世界、ね、ちょっと覗いていただけると嬉しいなというところで今日の動画を締めさせていただきたいと思います。はい、それではですね、下選手よくやった、すげえ中年の星だと思っていただきましたらぜひ高評価そして、それを頑張って伝えております高橋の方にもですね、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。非常に励みになります。またレディオがですねウェブショップもやってございます。もしねお近くで買える環境のない方ですね、レディオがネットショップ選んでいただけますと非常に嬉しく思います。またインフィニティ商品ですね、すべてレディオカーネットショップで扱っておりますので、よろしければねぜひ、ご利用お待ちしております。また宣伝になりますけどね、レディオカー LINE お友達募集しております。最新の入荷状況であったりとか貴重な商品のご予約をいち早く LINE お友達に お伝えしたいとかですね、うちの桜井市のなんかまあ、まあ どうでもいい日記なんか流れてきますので、よろしければねぜひお友達になっていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。また SNS ですね、 X、インスタ、Facebook やっておりますので、そちらのフォローの方もぜひお待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。